皆さん、こんにちは。プライベートミュージアム、シフヤーヤジェへようこそ。当館イメージキャラクターの星野天河です。これまで数多くの中国宮廷家具をご紹介してまいりましたが、当館には数多くの陶磁器も収蔵してございます。そこで今回はこちら、新朝の乾隆帝の時代に作られた磁器瓶をご紹介いたします。この磁器瓶、肩が丸く腰を絞った メイピンとと呼ばれる時期となっておりますまたご覧の通り黄金色の上品な時期となってございましていわゆる奥ゆう時期の一種でございますこの黄色ですけれども当時皇帝にのみ許されていたいわば皇帝専用の色でございますまた瓶の口の部分には金の縁取りも見られますそれからさらに近くで見てみますと瓶の表面に さながら氷の破片を彷彿とさせるようなひび割れた模様が入っているのがわかります。これは素焼きされた陶磁器の上に塗る釉薬の層がその後一定の条件下でひび割れる現象、えー、改変現象をこれを利用して作られた工芸技法になります。権立帝という人は、えー、華やかな装飾を好んだと言われておりますがこの磁気瓶に関しては 見た目の華やかさよりも質感を重視した父・養生邸のスタイルを真似たと考えられます。